さあ皆さん、人間科学部行ってみたいと思います。今日の英文法は正誤問題10問行ってみたいと思います。もちろんご紹介する情報の中で次につながる大事な情報ですね。それは皆さん授業の一番最後にまとめますので、まず皆さんは問題を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。さあ皆さん、説問の指示の一読をお願いします。さあ皆さん、問いの41番お願いします。皆さん、これ下線部 B でどうかなって感じで考えてる方多いかと思います。ただそれを早稲田化すると、まあ、してやったりって感じなんですよね。ですから皆さん、この辺りにもう目がいってしまってですね、他の下線部見えなくなってしまう方いらっしゃるんじゃないかなって感じがいたします。皆さん、下線部 C 落ち着いてご覧くださいね。このエイジングは意味なんですかね。老化ですよね。高齢化ですから、皆さん、このまんまほったらかしにするとですね、高齢化65んってなっちゃうんですよね。ですから皆さん、この65はおそらく皆さん年齢のことですよね。ですから、エイジングのところをエイジに直せばよろしいですね。これなら65歳という年齢というところでバッチリです。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの42番お願いします。これ下線部の B が怪しいですね。特に皆さん、 shoulder 数えられますよね。で、数えられる名詞の左側にはあやざ、もちろんそれが必要ですし、もしくは冠詞を使わずに行くんだったら複数形にしないといけないですよね。で、もちろん、まあ、broad という意味からも一応わかるかと思いますが、肩幅が広いんでしょうね。ということで皆さん、肩は2つ存在してるはずでございます。ですから、 shoulder のところを shoulder 図に直せばよろしいですね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの43番お願いします。では皆さん、これ読んでいただいてわかるかと思いますが、まずセーターなくしてますよね。ですから皆さん、考えられるところを一応すべて見て回ってる様子が伺えます。で、もちろん最終的にはそれを見つけ出したんでしょうけども、この下線部でいうのはファインドアウトですよね。別にこのファインドアウトを使う場面はご存知でしょうか。見つけ出すという意味でいいんですが、別にちょっとその大前提としてですね、調査などをしてやっとこそ見つけ出すと、発見する、そういう場面で使うものですからね。ですが今回は皆さん、セーターでございますので、そういう日用品、まあ、つまり生活必需品ですよね。それは調査対象にはならないですからね。ですから、もう少し一般的なものを見つけ出すときには単にファインドで大丈夫ですからね。ですから、アウトを取って found it、 つまり正解は D ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの44番お願いします。です、これ前半部分ですが、もちろんそのスーザンさんですね、社会学の研究をしております。で、その後どうやら経済に興味が湧いた様子なんですが、あくまでも皆さん学問ですからね。ですから、経済の学問と言われたら経済学。じゃあ皆さん、経済学はこの綴りでよろしかったでしょうか。違いますよね。経済学はエコノミクス。ですから、この下線部 D のエコノミーをエコノミクスに変えていただけるとよろしいかと思います。では皆さん、問いの45番お願いします。さあ皆さん、下線部 A recently ですが、もちろんこれは現在完了形と併用することができましたね。そして下線部 B less expensive ということで、皆さん形容詞の比較級でございます。で、下線部 C お金を払って借りるんでしょうね。で、下線部 D 残のところですが、もちろん右側 to 不定詞ありますので、残の左側にも to 不定詞存在しております。ですから文法上全く問題ないので、正解は E の no error ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの46番お願いします。皆さん、これはもう一発で下線部 D に行けそうですよね。そうです。感情を示す表現があった場合は、主語を確認すればよろしかったですね。で、主語が感情を抱く人間の場合は、そうです。人間は感情を受け取る生き物ですからね。そうです。受け身。つまり受動体。
過去分詞にすればよろしかったですね。ですから皆さん、exciting を excited。それに直していただけるとよろしいかと思います。エピソードの47番お願いします。これはよく見かけるもう定番の問題ですよね。そうです。下線部 C でございます。でもちろん下線部の右側に exam という名詞がおりますので、この下線部 C は他動詞。で、その右側の試験が目的語になっております。で、他動詞のチャレンジの意味と言われたら、うにゃうにゃに異議を唱えるという意味でしたね。ですが、今回も試験に異議は唱えることはできませんので、まあ相手は人じゃないですからね。ですから正解は下線部 C ですね。じゃあまあどう直しますかということなんですが、まあ試験に果敢に挑む様子は一応わかります。ですから試験を受けるわけですから、皆さんこのチャレンジをテイクに変えていただけるとよろしいかと思います。これで試験を受けるようになりますからね。ですから正解は下線部 C ということでよろしいかと思います。さて、48番お願いします。これ下線部 A と B のあたりが怪しいですよね。これ4択問題なんかでもよく出てきますが、下線部 A salary、まあお給料ですね。そのお給料が高い低いを表す場合は、下線部 B cheap じゃないですよね。まあもちろん後でまとめますが、large、そして small、もしくは high and low、これですよね。ですから今回は cheap のところを low、もしくは small、それに書き換えていただけるとよろしいかと思います。ですから正解は下線部 B ということでよろしいかと思います。エピソードの49番お願いします。皆さんこれ下線部 C が怪しいですよね。皆さん受動態になっております。皆さん受動態になってたら後ろにざっと説は置けないはずですが、これを置いているということはそもそも動詞が第四文型だということですよね。ですが皆さん、正は第三文型。ですからひとまず正解は下線部 C ですね。じゃあ皆さん、第四文型で意味がほぼ近いものですかね。そういう動詞と言われたら tell。で、それを受動態にして told。そう直せば、後ろざっと説の存在を確かめることもできますからね。ですから、set を told に直す。よって正解は下線部 C ということでよろしいかと思います。エピソードの50番お願いします。それさん前半 if 説ですが、動詞 needs に対して主語 anyone ということでございますので、特に問題はないですからね。いかなる人をもって感じでいいかと思います。そして下線部 C、feel free to 不定詞。まあ、自由にうにゃうにゃすると。まあ、遠慮せずうにゃうにゃするんですね。で、ask me ということで、まあ、質問してくださいと。ですから文法上、意味内容上特に問題はないので、正解は E の no error ということでよろしいかと思います。すみません、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まず1番、find out。調査などをして見つけ出すという意味でしたね。田辺さん、なんでこんな意味になるんですかっていうと、イメージしていただきたいのは out。もちろん out と言われたら外に出すんですが、見えなかったものを外に出す。そのためにはやはり調査が必要と。ですから時間をかけて探し出すのが find out でございます。そして2番目、経済学。economics。S がつきますからね。そして3番目、感情を示す分子。先ほどは exciting が問われてました。田辺さん、これの解説動画はすでに存在しておりますので、それのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。理屈をご存じない方はこの後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。そして4番目、チャレンジ、他動詞。うんたらかんたらに異議を唱えるという意味でしたね。そして5番目、large, small で就職する名詞。この4つぐらいはすぐに言えた方がよろしいかと思います。そして6番目、say。ときたら第三文型ですよね。で、それを受動態にすると、目的語にある表現を主語に移動させますので、後ろにあったざっと説が皆さんこの文頭に来ますからね。で、あとは正義のところが B セット。ですから受動態にすると後ろに何もなくなりますからね。で、逆に7番目、ten。こちらは第4文型ですので、同じく受動態にすると、目的語の一つ目が一番先頭の主語に来ますからね。で、もちろん、てると来たら皆さん目的語の一つ目は人間でございます。で、あと皆さん、be tall。そして皆さん、残った目的語の二つ目ですね。これ皆さん動かすことなく下にずらしていただけるとよろしいかと思います。ですから、tell を受動態にしても、後ろにざっと説が残りますからね。
ですから、この違いを聞く問題、間違い探し問わず、いろんな問題で問われますので、理屈を押さえといていただけるとよろしいかと思います。澤部さん、ホワイトボードをご覧になっていただいてですね、もし知らないものがありましたら、この後ノートを取っていただいて、ノート取った後はこれですよね。赤シートで隠して、スラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。